ちやほー、こんばんは。皆さんこんばんは。あれあったー、くしくし。みきちゃんありがとう、ハート。りょうちさんありがとう。かな、これだ。なんか変だなって思ったらピンが刺さってましたね。多分着替えるときに。流星さんありがとう、ひまわりさんありがとう。これですね。ここは、はじりこさんありがとう。あ、治った。よし。寒っ。寒いですね、本日も。ケンさんありがとう。トンさんありがとう。マナミーさんありがとう。こんばんは、こんばんは。サチヤッホー。みんな来てくれてありがとう。タッチこんばんは、こんばんは。遠藤さんありがとう。寒いですね。うっかりあんこさんありがとう。寒いです、今日も今日とて。カツさんありがとう。ハクニありがとう。食堂弁当さん、チクタクさんありがとう。タッチこんばんは、こんばんは。たかしさんありがとう。今日の夜ご飯は寒くて お布団の中から見てる。いいなぁ。アルちゃん、アルさんありがとう。もう寒いよね。マッチありがとう。今日もなかなか出られなくて、今日は二度寝しました。許してください。なかなか起きれなかったです、今日。そう、天使のやなくさんありがとう。暖かくしてるよ一応、けど全然寒いって感じです。全然寒いです。何したら暑くなるか分かんない。ヒートデックをね出しました。お疲れ様です。仕事中ですのでまたよろしく。バイチャラポー、誰だっけバイチャラポーって言ってた方。かまちゃんありがとう。こんばんは、こんばんは。バイバイキン。スプーンさんありがとう。クリスマスタイム当選で、あ、今日当落が出たのかな。今日当落が出た気がします。お疲れ様です、お疲れ様です。あ、当たったよって、おー、いいですね、ありがとうあ、出たんだ今日、イエーイ。そうなんですね。あ、出た。あ、研究生これ当たってたよって、お、クリスマス研究生ライブ当たったよって、お、やったー。そうなんですね、今日当落発表の日で。カメコフスキ外れました。あー、カメコフスキ当選しました。ダメでした、当選なの。あ、でも当落ってことは完売ってことですかね。当選じゃない方もいたってことは。熊根パパさんありがとう。チューリアさんありがとう。スタンディング金か当たります。研究生だけ当たらんかった。あ、ってことはやっぱ完売だったのかな。クリスマスコンサート当たりました。やった、頑張ってください、ありがとうございます。期待さんありがとう。フリーダムさんありがとう。え、多分完売してると。あ、え、でもそうだね、そういうことだよね。やった。あ、紙席は全て完売。やった。やすちゃんありがとう。ソルさんありがとう。そうなんだ、研究生亀戸籍は当たりましたって。多分ね、亀戸籍だって。そうなんだ。あ、スタンディングだけいっぱいあるかも。へえ。平次さんありがとう。まこちゃんありがとう。倍率3倍じゃん。3倍ってすごいよね、確か 1.1 倍があれだから。そうなんだ、嬉しい。こ
これは嬉しいですね、とっても。スプーンさんありがとう。そうなんだ。ゴールドシップさんありがとう。竹まつるさんありがとう。神越さん、外れました。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。皆さんぜひ足元に気をつけて、雪降るそう前提っていうそう、足鍛えときます。あれ、スタンディングの方ってこと。鈴鹿さんありがとう。りょうちさんありがとう。こんばんは、こんばんは。23はもうまだ2週間あと2週間ぐらいですかね。2週間ぐらいあるので、本当雪降る可能性は信じてます。サッチーはホワイトクリスマスってやつをそう、だから足元に気をつけていらしてください。シャイニングフィンガーさんありがとう。ヤスちゃんありがとう。なんか寒いじゃん最近。でもライブ多分暑いじゃん、みんなコールしたりして。なんか迷うよね服装って思うんだけど、どう思う？雪降るよって、そうなの？確振り？確実振り？でも天気ってな、結構気ままな性格してるからね、急に降らなかったりって。さきちゃんごきげんよう。冬の会場暑いって思うこと、あーやっぱ暑いのか。とりあえずとりあえず T シャツ、そうだよね、半袖だよね。サーチたちはまだね衣装決まってないのでわかんないんですけど。野生のおじさんありがとう。かなとしさんありがとう。炭酸せんべいさんありがとう。そのどうも。そう、いや半袖外出たら凍りますよ温度差で一瞬ね、一瞬ちょうどいいって思うかもだけど、絶対寒いよね。コモさんありがとう。そう、サッチーたちの衣装はまだ決まってないのわかんないんですけど、ハンスなのかな。タンタンナナキさんありがとう。サルトビニザイモンさんありがとう。どうなんだろう、なんか目茶色いな、なんか前髪がすごい目にかかる。あ、僕太鼓上がりましたって、お疲れお疲れ、みんなみんなもだし、メンバーもお疲れ様です。たまたま一瞬配信で見たときは竹内先輩のとこでしたねそう、こんばんは。フレッシュエッジになりたいのさん、タピチさんありがとう。さっちのもう前髪ね、一回中二の時重かったです。安部さんありがとう。でもちょっともうしないですねそう、あんまり似合わなかったイメージ。当時はでも気に入ってました。安部さんありがとう。さっちやっほー、ありがとう。冬服は揃ったの？冬服？いや全然ですね。アウター買ったんですけど、もう一着欲しいなって感じ。もう一個欲しいですね。トップスなんて全然買ってないです。そう、というか言うて私服も着ないんですよね最近最近全然私服着ないのであんま買ってないか。でも欲しいですね。カートにはねいっぱい入れてるんですよ。そう、たかしんさんありがとう。こんばんは。エスちゃんありがとう。そう、レッスン着で出かけられる限界とか、レッスン着割と
え、でもレッスン着もレッスン着も結構私服っぽい、なんかちょっとラフな、そうラフな格好、ラフな私服って感じなので、え、全然どこでも行けますね全然割とどこでも行けます。ディズニーとかも、そういうテーマパークとかも、まあそこのねカチューシャをつけたりしたら、まあ、なかなかそれっぽくなりそうなぐらい割と私服っぽいレッスン着ですね。そう、だから割とどこでも行けます。スーパーなんか全然これだし、レッスン着で新幹線乗れます、乗れます、全然乗れる。新幹線は割とラフな格好でいますよ、私は。そう、さすが着回し上手ありがとう。着回しなのかしらありがとう。私服で好きなブランド、GU が好きですね。あと最近ローリーズファームがめっちゃ好きです。ペット君ありがとう。こんばんは、しけんさん来てくれてありがとう。山本さんありがとう。大雑把さんありがとう。こんばんは。山本さんありがとう。こんにちは、こんばんは。ガーリーのやつ、あ、ガーリーのやつでってこと？ガーリーのやつ？アプレジュールとか、ネット限定のお店なんだけど、アプレジュールとか好きですね。でもなんだろう、なんかガーリーも好きなんですけど、割とカジュアルが好きですね。鳥取太郎さんありがとう。うん、なんかそうですね。パークありがとう。そう、そう、ローリーズファール、ナチュラルシュートかアイブローブ、そう。そうだからもうまさに好きなんですよ。ナチュラルカジュアルだけどちょっとニットでも普通のニットじゃないみたいな感じ、ちょっと腕が2個になってるとか、ちょっとごめんなさいね、語彙力なくてでもそういうちょっと時計とか。ナイスクラップ好きです。ナイスクラップはめっちゃ好き。ガーリーの服の中でナイスクラップは割と上位というか本当に一番好きなぐらい好きですね。カタカナなくてついていけん、カタカナが多いですね。まあ、日本語じゃなくて英語なんですけど、そうそう、デザイン性、それにデニムとかシンプルなのが好きです。ちょっとだけ変形ニットにみたいな。イエスちゃんありがとう。ストリート系とかも好き、あ、ストリート系も好きですよ。好きですね。でも実際私服ではあんまり着ないかな。でも好きです。帽子とかもかぶるし、そうですね、でもあんまり持ってはないです。スナイデル、あ、スナイ出たスナイデル。お前リア中がねスナイデルって言っててびっくりした。中学生でスナイデルだと思ってそう、スナイデルね、あんまりというか持ってないですね、スナイデル。そうって感じですかな。持ってないですね。でも基本ちょいとお高いんでる。
せやねん。せやねん、せやねん。そうなの。あ、サッチーが、そう、リアチェスナイデルらしいですよ。青いたりさん、ありがとう。すごいよね。ティアチュはジル・スチュアートも好きなの。なるほど。ジル・スチュアートいいよね。かわいい。あさってもこっそりサチに会いに行きます。お、待ってまーす。明日もサンタさんになっ、明日じゃない、あさってか。あさってはサンタさんになりますね。でもめっちゃやってる配信みんな。私もソファー欲しいんだよね。リサコとかイチゴみたいに。ちょっとね、もう痛いんですよ足が。だからもううろちょろうろちょろ、なんていうの、こうゴソ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 しちゃう。もうね、痛くて足が。そう、こんにちドーナツ。すごいカメラが。何色のソファーが欲しい。白かな。白が欲しいです。座布団は引いてるんですけどね、それでも足が痛くて。ゆきおさん、ありがとう。ソファー買っちゃうってね。いや、買っちゃいたいんですけど、さっちまだ学生ということで、あの大きいね勉強机が一個あるんですよ。だからソファーを置くと結構埋まっちゃいますね。しかもギターもあるしって感じで、結構ね、結構置けない。初見です、ありがとうございます。さとしさん、ありがとう。ハート、そう、さっきいちごたんがサッチを街で見た。違う違う、それ昨日だよ多分。いや、わざわざ LINE 来たよ。今日戻りたい。でもそれはね、サッチじゃないんですよ。これは本当にそれサッチじゃないです。そう、でも自分もリサコを見たんですよ。でもそれは本物でした。これ、あ、今日リサコに会ったのに言うの忘れてた。そう、でもジロジロ見るのもあれかなと思って、あんまり見てなかったんですけど、きっとあれはリサコだったと思う。それは本物ですよ。いちごにリサコの今日の行動記録知らないって言って、そう、そしたらそうでした、合ってました。カムカムさん、ありがとう。遠野和樹さん、ありがとう。ベルゲンカーがありましたよ。サッチーこんにちは。サッチーこんにちは。りょうじさん、ありがとう。こんにちは。サッチーやっほー。サッチー似合いそうな、似合いそうなイケイケの服あったんだけど。イケイケの服と気になるんだけど、イケイケの服か、どんなんだろう。イケイケ、非常に気になりますね。そのイケイケの服と。トリタロさん、ありがとう。アイカちゃん、ハートありがとう。そう、バブリン、こんばんは。こんばんは。
ひらひらの服の匂いそう。ひらひら好きですね。ひらひらの服。あー、まえちゃんありがとう。こんばんは、こんばんは。ミシェルボーイさんありがとう。結婚しては久しぶりに見ましたね。JK か、理解した。どういうこと？そうです、JK です。でもあと4ヶ月で卒業です。おめでとう自分。そう、先日の料理配信も素敵だった。お、見てくれたんですね、ありがとうございます。マッツーさんありがとう。何作ったっけ、ニラ玉か。そう、サッチが着ないのはどんな服ですか。どんな服だろう。割といろいろ着てますね。パクリンありがとう。卒業したらさ、年が明けたらすぐ卒業。いや本当に時というものは早いですから、きっと一瞬で終わっちゃうんでしょうねって思ってますよ。え、いちごの歌あれどこなの。私めっちゃ欲しくて買わないけど今日見たんですよ。え、めっちゃ可愛いと思って。そう、いや、うちのママはねソファー反対派なんですよそう、だから買わないですね。あれ誰だっけ、ママだよな確か。ソファーはね別にいらないでしょ。いやでも、いや迷うよねっていう。こんばんは、こんばんは。トマトさんありがとう。サチヤッホー。そう、待って、すごい、いちごのアウターって特定されてるじゃんいちごが言ってたんか分からんけど、いちごが言ってたんかチェックしたんか分からんけど、自由なんだ。見に行こう。欲しい。もしかしたらおそろかもしれない。隣を見たら同じ服を着ているかもしれない、私といちごちゃんが。そう、サチも自由好きなんですよ。嘘、サチ確認してるんだけどな。自由割と見てなかったです。特定わからん、いちごが配信かなんかで言ったんかもしれんけど、すごっ、ありがとうありがとうございます。でも買うかは分かれませんね。そうだね、 GU ユニクロかぶりがちですね。そう、 GU の好きなとこは、あきおさんありがとう。可愛いって思って割と即決できる値段じゃないですか、だから好きなんですよね。あとたくさん買ってもね、一万円札に収まったりするから、なんかたくさん買った気持ちになれて好きそう、あと普通にタイプ、デザインとか色味とか生地感とかタイプなんですよ、自由が。でもローリーズファームが来てます最近、好きすぎて。こんばんは。グレールね、グレールも好きです、めっちゃグレールいいですよね。でもなんかやっぱネットあんま向いてなくて自分。そう、
カートに入れっぱでいつもあんま買ったことないなんかあのネットサーフィンっていうのかな、なんていうのかな、なんか見るのは好きなんですよ。あ、これが安いとか、あ、新作入ってるかわいいとか、めっちゃ見るの好きなんで、めっちゃ見てお気に入り入れてカートにまで入れて、よし何個買って1万円だから安ないイエイとか思ってるんですけど、決済はねあんまり押したことない。そう、見て満足してる。そう、なんかいろいろあるじゃん、店舗買いの方が最近多いかも。店舗買いが多いですかな、割と8割店舗買い。え、本当に全然届かないものが、買わないからネットで、マジで買わないです。サッチーこんばんは。こんばんは。そう、ネットサイズ感むずいしね。そうなんだ。趣味ネットで気になったものをカートに入れること、突っ込まれそう。サッチーが同じアウターでイチゴに会ったら絶対気まずって絶対言う、 100% 言う。買ったよって言っても言われそう。え、気まずい、おそろ。こんばんは。ナイジは送料無料ってあると、無料行くまで買っちゃうよね。わだなんですよそれが。そうなんですね。こんばんは。こんばんは。カートにいろいろ入れて楽しんで、決済に、うん、決済にやっぱり今はいいか。そう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 、なんかその店舗で買って買いに行った時は、まあ、もう一回来るときはないかもとか、なんかいろいろまあね、買うための思考がいっぱい生まれるんですよ。買うための理由がいっぱい生まれるんですけど、カートってなるとほんと1分1秒ぐらいなんか見れるから、その状態が、だからなんか買わない理由を探しちゃうが逆に。いや、 なんでだろうね、分かんない分かんない、やっぱ嘘嘘、なんか買わないのネットだと私は。そう、なんか決済ボタンが押せない、いつも。くまのみのさん、ハートありがとう。サッチー初見さん、ありがとう。ちょっと下げよう。いや、みんな明らかに高かったよね。めっちゃ買わない理由探すの分かる。結婚しよう派店舗感がいいですね。でも価値観の一致って大事なんでね。そう、でもね、分かるよ、私も一緒。そう、トーマさんありがとう。トンカツさんありがとう。そう、即発しないのはいいこと。そうだよね、いいことだよね。そう、サッチ今いちごタンアウターお揃いにしようって言っても、どういうことどういうこと、いちごが言ってたってこと、いちごが言ってたってこと。 BT マンさんありがとう。ミシェルポイさんありがとう。じゃあいちごが買ってください。え嘘嘘。え、でも本気で可愛いと思った。なんかここの襟がモコモコなのがね、欲しいんですよ今。少しでも悩んだら買わないようにしてる。まあ確かに、なんか聞いたことある、なんかあの値段に迷ったら買え、なんだ、買う理由が値段なら買え、ん、安いのに惹かれたなら買うなみたいな、ちょっとこんなんだった気がする。ちょっと忘れましたね。らしいですよ。でもサッチーは何かしら理由をつけて買いそうですね、いつも。お話し会悩んだらポチった方がいいって昔じいちゃんが言ってた。お話し会はそうです、さきちゃんとちょっと話してみたいけど、やっぱどうやろうって思ったら買うべきですね嬉しい。
サチがアウター可愛いで伝えたらいいよって、え、やったー、いちごありがとう。じゃあ次、え、うち本気で買うかもしれん。でもなんかこの前自由行った時なかった気がするんだよね。え、なんか本気で買わない理由が、値段なら買え。あ、じゃあそれかも。ごめん、わかんない正解、正解が。え、じゃあ買おう。そう、私自由探検隊なので自由結構行くんですけど、見てないですね、そのアウターは。さっち、やっほー。自由探検隊、そう、自由はいるだけで楽しいんでね。自由はっていうか福屋がいるだけは、いるだけで楽しい。好きですよ、探検隊。ちょっと調べてみよう。自由アウター、ビューティフル、ビューティフルピープル。え、めっちゃいいじゃん。あ、このアウター見たわ、見ました。え、多分ね、いちごのね方の色はね売り切れてた気がする。いちごの方のアウターは見てないかも。今アコギ買うか悩み中です。え、アコギいいじゃん。誰が買ったって言ってた、ギターを。そう、え、多分緑はもう売り切れ、赤は私は多分着こなせる自信がないので。あ、多分これ売り切れてますね、もう。売り切れですね、多分。オンラインなら在庫ある。あ、もうないのかな。じゃあ買った服が次行った時セールだったら、私はもう即買いです。そちらは即買いさせていただきます。多分売り切れですね、こちら。まあ、1ヶ月経ったらそれ売り切れるか、可愛いからね。きっと売り切れです、こちら。いちごちゃん、お揃いにできなかったよ。ちょっとね、ネットはあんま好きじゃないんで、ネット購入。いや、好きだけどね、好きだけど、いや、好きだよ、好き。あ、ほんとだ、値下げされてる。ガーン。ごめん、あったあったあった、ショップなら在庫あったあった、ショップならありましたね。え、なんかこの帽子もなか持ってなかった、いちご。気のせい。ちょっと待って。あ、なるほど。なるほどなるほど、緑が好きですかね。この2色だと緑かな、かわいい。いちご似合いそう、確かに。帽子も買ったそうです。やっぱそうだよね、帽子見た気がした。え、かわいいじゃん。なんか首が丸くなるんですね。いちご着てた方がめっちゃかわいく見えた、モデルさんや。これに何を合わせるかですよね。やっぱデニムか。あ、でもちょっと待って、デザインは可愛いけど、私こんぐらいのサイズ1個買ったんですよね。ボカ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 系。カードしてありがとう。トットリトラさん、ありがとう。悩みどころです。でもやっぱこうやって見るのって楽しいね。こうやって見るの好きですわ、やっぱ。
ネットでチェックして、ネットでチェックして店舗で買うのが好きかも。今新事実が発表されました。ちょっと一回だけ七並べします。一回だけ七並べさせてください。誰っけ、今日3期のメンバーに会って、なんか千穂さんに2日連続当たったって言ってました。誰だったかな、いちごかな。え、めっちゃめっちゃ羨ましい。いや、ミューポのレッスンには本当に癖強いですよ。いつもいつも結構あの男らしい、男らしいなんていうの、かっこ、なんていうの、かっこいい、かっこいい、なんていうんだろう、強そうな服着てますいつも。そう、今日も今日も強そうやなって言って、でもかっこいい人になりたいみたいです、ウータン。そうだからちょっぴったし。こんばんは、しけんさん。11日月曜日の木体公演、最善取りましたって。お、最善にいるんですね。ありがとうございます、炭酸せんべいさん、ありがとう。今配信の音がこれから必要なのガズリさん、ちょっと待って待って、当たりたい。そうだな、ちょっと早かったかするのが。千代さんと当たりたい。こんばんは。ネットでチェック、店舗で買う、そう、それをはよくしますね、割と。わ、待って、配信じゃない時は1位なんですよね。あ、で1位じゃなかった、ショック。まあまあ、テルさんありがとう、ミシェルボイさんありがとう。一緒にればメンバー2人対戦、そうそう、なったことあるよ。そう、当たったらスクショって、え、確かに、え、それのサチだ、大体サチヤッホーありがとう、来てくれて、サチヤッホー。野生のサチね、ちょっとマジで当たるかな、当たる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 、夢は叶う。いでかなさん、フレッシュメロンさんありがとう。いでかなう、当たりません。ジョーさんと当たるまで終われません。嘘だ、冗談冗談冗談です。こんばんは、こんばんは。いでかなう、夢は叶う。ペコリンチョペコリンチョペコリンチョ、夢は叶う。並べるの、いいえ、並べません。今ちょっと当たるかやってみただけです。二十世紀ともちゃんさんありがとう。サチーと当たるため何をしたらいいですか、何をしたらいいですか、何をしたらいいですか、当たるために、え、どういうこと、どういうこと、実用現実的な話ってこと。こんにちは、こんばんは。徳を積みましょう。間違えた、変なとこでジョーカー使っちゃった。今日撮影中めっちゃお腹鳴ってたんですよね、恥ずかしかったです。こんばんは。 GBD タイムだから千穂さんの2回、千穂さんいいな、そうなんですね。皆さん結構当たってますよね。サッチにもいないかなみたいになります。サッチ、みんなにサッチあれかな。クリコン一応横へ全部当たった。え、すごっ。ってことは研究生公演にもいらっしゃるのですね。ありがとうございます。ノエムもしてるから当たると。え、ノエムもしてるの？今すごいね。メンバーと当たる率高い高いタイム。略して GBT。GBT？ 何の略だ？ラストルスターありがとう。こんばんは。
な千代さんはパラダイス、パラダイス、何パラダイスってゴールデンタイム、これは1位の予感、いや1位ゴールデンベッドタイム、なるほどその略なんですね。サッチータイムと呼びます、ゴールデンベッドタイム。サチに負けた、え、すごっ、サチ何分にやるねって言ってないのに当たってる、嬉しい、ありがとうサチ、ヤッホー。この時間のどこかっていう、こういうのは何も考えずに押した方が当たるんですね。こんばんは、あ、違いました、違いました、あ、ペコリンチョペコリンチョ、ヘイヘイ、ハローハロー、かわいい、この1ターン目に札がない時の絶望すごいですよね。お疲れお疲れ、サッチヤッホー、野生のパンダに見つけられる方が多分確率高そうサッチヤッホー、あ、どうしよう負けそう、ちょっと喉乾いたな、いいですね、ありがとうございます、ジョーカー、またまた朝5時から配信予定、あ、いつかしますいつかいつかです、こんばんは、サッチにお水を届けてほしい、こんばんはこんばんは、位置並べしてます、そう位置並べ、これで当たった方は本当にすごすぎる、実は年賀状昨日知って1日でサチにごめん見たよ、そうびっくりした、ランキング見てる、見たらそう急に2位上がっててびっくりした、そう年賀状、そうなんですよ、あれあ、バースト、忖度、忖度してくれた、ありがとう、ミシェルボイスありがとう、やっぱなかなか当たんないですね、そりゃそうか、何回何回ぐらいの確率で当たるんだろう、あ、私もどんどん上に上がる、フッフッフッフ、えいえいえい、こういうの何も考えずに押す方がいいんですよ、フレッシュメロンさんありがとう、こんばんは、なんかもう本当に手が当たっちゃったみたいなぐらいの感覚の方が当たったりするんですね、はい、あーダメでした、みんなありがとう、そう今先輩と、あ、先輩というかメンバーと当たるかチャレンジしてます、シャイニングフィンガースありがとう、室並べ中です、ペコリペコリ、ヤッホー、オッチェオッチェということで、狙うとね、そうなんですよ、この前は本当に何も考えずに調べしてたら当たったんで、先輩とイチゴに、そう、え、確かあれね2回連続だった気がする、1回目当たってマイケルさんとで、わ当たったって思ってもう1回やったら次イチゴと当たったんですよ、何も考えない方が当たるよね、タカさんありがとう、ちょっと音楽がないんで私が歌います、テテ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 、サッチーファンと遭遇、やった、なんかカードもこのなんていうの、こういう称号っていうんだっけ、称号もアイコンもサッチーだとやっぱ嬉しいです、当たった時キャーンってなる、嬉
嬉しくて。そう、まだ文学少女のねウルトラレアを当てれなくてショックです。サチのアイコンは2回出ました。え、アイコン出るのすごくない？アイコン何回やっても自分が出ないんですよ。そう、アイコンはね、ほんと出ないよね。そう、結構やったんですけど、ガチャガチャ出ません、自分が。でもゆいかちゃんが出たので満足です。ファースト、イエイ。サチ、ヤッホー、こんばんは、こんばんは。サチにガードセットしてるけど、まだまだ当たりまへん。確かに当たったらでも飛んで喜びますそう、頑張ってください。ありがとうございます。そう、出ないよね。そう、アイコンはなかなか。え、ちょっと待って、なんか覚醒したんだけど。どういうこと、まだ初めて これ起きたんだけど。どういうことこれ、スクショしとこう。え、覚醒したんだけど、カードが。やっと、嬉しい。覚醒、カードが育ったの？嬉しい。なんか昔やったカードゲームを思い出すね。ますね。何か忘れましたけど。何も考えずに。あ、びっくりした。違った。あ、びっくりした。え、かわいい。この千葉さんのカードめっちゃかわいい。黒のやつ。学生ありがとう嬉しい。カード重ねたら、どういうことかわいい。めっちゃかわいい。袴ピンクの着てる。全員千穂さんです。カードがかわいい。魔女の卓球部員さん、ありがとう。同じカードもらうと、え、同じカードもらったの。ウルトラレアしてくれ。え、マジ？かわいい。あ、同じカードでも何回も引いてるかも。そういうことか。だから一押しガチャを引くと、あ、一押しガチャやってたね。なるほど。あ、1位の予感。1位の予感。サッチこんばんは、こんばんは。見に来て、あ、全員1枚。誰が勝つか、忖度求む。あ、有言が叶った。違いました。まあ、2位。あ、忖度してくれてありがとうサッチこんばんは。サッチありがとう。バーイ。あれですね、順位が上がりますね。ちょっともう絶対次当たる、絶対次当たる気がする。ちょっと画面見ないでおこう。スイカありがとう。みやこーちゃんさんありがとう。あ、やっぱ当たんないね。当たりません。でもあれだ、カードがおそろっちだ。あっち、なかなか当たんないですね。あ、さっち当たりました。ありがとう。あ、さっき当たってたね。確かに。みやこーちゃんありがとう。チュン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 。厳しい戦いだ。ちょっとこれ最後にします。これで終わり。なんかさっきお菓子ちょっと食べ過ぎちゃって、
お腹いっぱいだなと思って夜ご飯も食べなかったんですよ。でも今お腹が空きました。強烈にお腹が空いてる。やっぱね、そういうことしちゃダメですよね。これは明後日福岡で一緒に確かに、あのすいません、七並べ一緒にしてもらってもいいですか。なかなか面白い光景。サッチーこんばんは。こんばんは。ミュージタンとコントしたい。トンネルだよ、トンネルだよ。この七並べのサッチーの声って結構低めですよね、思いません？あ、そう、自分の声って低いんやってここでね思いました。またいや知ってたんだけど自分の声が低いことは。でもこの七並べが出てさらにね分かりましたね、あ自分って声低いんだって。そう、おちゃっとさんありがとう。そう、はじめまして、シャケンさんありがとう、来てくれて。バースト負けとジョーカー負けは、バースト負けの方が上か。すごい、ペンライトありがとう、落ちるんだ落ち落ち、いい声だよね、本当にありがとう、嬉しい。低くても可愛くて魅力的で結婚しよう派、このテンポがいいのがね私は好きですよそれ自分でね怒っちゃうのがね好きですよ。素人はね、なんとなくやってます。私もね、なんとなくやってます。なんか結局わかんないんですよね。ちょっとフレッシュメロンさんありがとう。最後もう命頼み。そうそう、ああ違いました、もう本日の七並べこれで終わりです。あ、井出かなうさん出ないか、あ本人じゃないですよ、カードが。え、かわいい、本当にかわいい、大好きです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ひとりごとで。綺麗な並べの声はめっちゃ高いです。そうなの、ちょっと後で聞いてみよう。森末姫奈です。サッチは平均順位どれぐらい？サッチの平均順位 A3。どうだろう、わからん。でも1位も取るし。10位じゃない、4位も取るしって感じですかね。まあ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 。声低いと思わない。え、本当に？自分はね低いと思いました。こんばんはです。お疲れ様です。お疲れ様です。SS 機見てると見ると出てるよ。あ、そうなの？ちょ見よう。え、平均何位みたいな。そう。こんにちは。そう、成績後で見てみよう。ちょっと今対戦。どうしよう、4だったら。語るくらいならば、たささんべいさんありがとう。ずんだらだかだかずんだらだかだかだー、おいしい。あ、待ってよ。いいえ、あ間違えちゃったよ。ファースト、こんばんは。何今の可愛いか、いやありがとう危ない危ない。昨日千穂さんと今日サッチーと当たった、すごいいいですな。戦績見てみよう。サッチーヤフー当たりませんね。でもそうだよね、今もしやってなかったら当たらないよね。
成績ってどこで見るんだ。あった。おお、え、なかなかいい。え、すごっ。なんか本当に平均って感じ。平均戦績順位 2.53。 すごい平均って感じ。どうしよう、平均って感じ。あはたさんありがとう、アップルマインさんありがとう。そう、平均って感じ。でも本当にラスト、本当に1回、本当に1回だけ。これでメンバーさんと当たらなかったら本気でやめます。もう今日は、まあ、そういう日ということで、まあ、いつ押すかはね分かんないんですけど、ラストが多い諦めが悪いっていう。そう、諦めが悪いんでね。いや、沼ですよ。当たるかな。当たりません。チェフさんずっとやってるの。あ、でもカードがお揃いです。あっち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 、オチレンダにハマっています。前まではね、恥ずかしくてね、ペコリしか押せなかったんですけど、今もオチレンコしてます。アーツさんありがとう、こんばんは、こんばんは、ありがとう。当たるまでやりたくなるのがね、人間なんですよね。あ、間違えちゃった。今じゃないジョーカー、しかもそこじゃない、そこに、あ、ジョーカー戻ってきた。辛ラーメンが食べたい、辛ラーメンが食べたい。あか、当たるかどうか運次第。じゃあ、あの日はもう本当にめっちゃ運が良かったのかもしれないです。そう、あ、やられた。トンネルだよ。バースト、あ、間違えた。こんばんは、こんにちは、ありがとう来てくれて。お、いいですね、意思疎通。あ、意思疎通してる、意思疎通できず終わり。結果サイン、まあ、今日は当たらない日なのかもしれないということで読めます。そう、サッチヤッホー。それでも順位がうなぎ、うなぎです。自分のね、めっちゃ上がった。すごっ、うなぎー、さっちヤッホー。ふう、足が痛いですね、星座というものは。下げよう。遊びに来たよーって、ありがとう来てくれて。イベント順位、サチめっちゃ上がってる。そうなの、めっちゃ上がったの。そう、マジ上がってください。正座してたの、ちょっといいかなって思ってこんばんは、マジ食べたいですね。今年のクリスマスはケーキを食べます。メヤコーちゃんさんありがとう。クリスマスが来るね、どうしよう、嬉しい。特に何もしないけど、特に何もしないんですけど、クリスマスが来るよ、みんな嬉しいな。お正月も来るし、私は今年は私とお年玉はもらえるのだろうか。千代さん、え、すごい
すぎる。なんて可愛い。ありがとう。え？もしかしてゆいなんちもさ、ソファー来た感じ？やっぱソファーって大事なんだね。大事なのよ、やっぱ。かわいい。クリスマスツリーだ。最近3期生はソファーブーム。確かになんかみんなソファーが家に出だしましたね。出だしましたって変化。やばい、サッチ出てないよソファ。どうしようどうしよう。ローソファーって何？こんばんは、こんばんは。え、ソファ欲しいな。でも多分床で寝れちゃうぐらいの人間なので、私はソファーが来たら絶対毎日ソファーで寝そう。それぐらいちょっと危険性があります、ソファ。鳥取太郎さん、ありがとう。もう絶対僕隊が終わったらグラコロを食べます。でも焼肉食べに行こうねって話が出てるんですよ。そう、おちゃとさん、ありがとう。そう、こたつなんて買っちゃったらもう動かなくてびっくりされる。そう、そうなんだよね。あんま大きいのも確かに。折りたたみソファーとかがいいかな。ソファーでギターがいい。確かに確かに。いや、ソファーベッドはもう寝ます。動けません、あれは。いや、でも足が楽だなって思います、ソファーがあったら。まあね、足の居場所がね、そう。クリスマスが今年もやってくる、楽しんでてってって。美味しかったな、今日の夜ご飯。でも温めずに食べたことがちょっと後悔ですね。あくび出そう。大丈夫でした。やってしまった。チキン食べたい。チキンとピザと、チキンとピザとサラダと、チキンパスタとケーキがあれば私は大満足です。トンネルだよー。オーマイガシガシ。吸い込まれそうなぐらい大きなあくびをしました、今。いや、そう。かたむつりさん、ありがとう。また寝るよ。ピンチ。配信しながら調べしてたので。そうなんです。でもですね、バーストス負けしました。メンバーさんに当たるかチャレンジしてました。でもマジで当たんないです。前当たったのは奇跡ですね。でも確かに今メンバーさんもやってる方が多いから、て
ことはファンの方もやってる数が多いってことですよね。今みんなやってる、みんなやってるんですよ多分そうそう、だから当たんないですよねって今思いました。みんなやってるゾーン、もう本当にもう本当に最後ね、これはちょうどいい。今ハートの数もキリがいいから本当に最後。あやっぱ俺気づき、あ、曽川先押し嬉しい称号。そうだよね、そもそもやってる人口が多いから、そうだよね。そうで当たんないね。楽しくってどうしよう、クリスマスが来る。サンタさんが来たら最高なんですけどね。よきよき。あくびが出た。一人 KFC、 でも一回やってみたいかも。一人でめっちゃ食べるっていうの。そう、12月10日はサッチーがサンタさんになるので、皆さんぜひ遊びに来てください。どんなねサンタのね格好かね全然まだ分かんなくて。そうミニなのかな、それともロング、ロングのサンタの衣装ってある？あるか、あるのかな、分かんない分かんないけど、さっき対戦しましたよ、ありがとう。そう、炭酸せんべいさんありがとう、メリークリスマス、メリークリスマス、ありがとう、嬉しい。ジョーカーはいりません。1じゃなかった、2位でした、恥ずかしい。ということで当たりませんでした。あ、ズボンサンタってのもあるか、ワンピース長いやつか短いやつと思ってたけど、そうだよね。そう、タイムイベントでサンタです、そうです、お話し会です。あ、大変ありがとう、こちらこそありがとう、七五三ありがとう。サチだけツリーだったら確かに、いやサチは嬉しいですよ逆に、だって一人だけじゃんツリー。でもちょっと恥ずかしいかもケイさんありがとう。確かにトナカイかもしれない。でもサンタ、どうなんだろうね。でもやっぱサンタかいで、サンタにリボンとかつけたいな、かミニサンタ帽子とか、わかんないです、全然なんか何があるかわかんないんで適当に言ってるんですけど。フレッシュメロンさんありがとう。でもゆいかちゃんなんだったら私はソリでもなります、ソリでも全然。そう、靴下また新しいのが出てきたカーチアカありがとう。タイミングってやっぱ広島か、あさっては福岡でやります、あさっての福岡でタイムイベントです、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。サチは絶対サンタ衣装が可愛いと、やった、ありがとう。高森さんありがとう、ついに1枚で、お、すごっ、うなぎですね、すべて田中である確かに、あ、ゆいちゃんのってこと、あ、福岡なんです、そうです。サチ靴下、いや靴下じゃないです靴下じゃないんですよ。サチの準備を。本当だ。です。あ、福岡会いに行くねーって。ありがとう。待ってます。こんばんは。サチや。もうサチや。アイコンの青さんとかサチ。あ、今のアイコン。そう。一回だけ私のね文学少女のウルトラレアが欲しくて欲しくて、高尾沙耶香さんです
ガチャガチャって沼ですよね。自分の文学少女が欲しくて本当に自分が出ない最近。そう、サチの癖してください。どういうことどういうこと使ってる癖したってことないです。そう、福岡で会いましょうって、会いましょう、嬉しい。最近 ST の情報をやってないので勉強してくれ、サチ、え、嬉しい。福川さきと言います、ぜひ ST をありがとうございます。あ、ウータン出た、リネさんだ。リネさんにしようかな、アイコンリネさんが出ました、嬉しい。そう、鳥取太郎さんありがとう、ラブリーフォーテーターの46さんありがとう、リョウジさんありがとう。ちょっともうコインが底をつきそうなのでやめます。嘘、そう、底はつかないけど結構減っちゃった。自分は出ませんでした。そう、あ、あっという間にもうこんな時間ということで、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。あっという間にこんな時間でした。そが先しか見えなかったら助けてください。それでいいんです、ありがとうございます。助けれません、嬉しいので。そう、ということで壇上を読まさせていただきます。白にありがとう。13位シャイニングフィンガーさん、12位ゆきおさん、11位鳥取太郎さん、10位フレッシュメロンさん、9位ケンさん、8位みやこーちゃんさん、7位くものみのさん、6位大津アットンさん、5位やすちゃん、4位かたむつりさん、3位やすべーさんありがとう、3位、そして2位はくもねっぱさんありがとう、そして1位は炭酸せんべいさんありがとうです。ありがとうございました。皆さん本日も配信に来てくださって誠にありがとうございました。イエーイ配信ありがとう、こちらこそありがとう。ということでね、本日一日もお疲れ様でした。と、あ、今日花金じゃん、今日花金ですね。ということで明日はしっかり休む方は休んで、お仕事の方は頑張ってください。ということでおやすみなさい、お疲れ様、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。